にはちょっとベッタベタになってしまいましたが、メロンが頑張っていますね。さあ、それでは次のエイたちを紹介しましょう。さあ、今真ん中にいます普通の2番目に大きなエイ、これ誰だか分かりますか？こちらですね、マンタに一番近いのがあるでしょうか。マンタもですね、エイの仲間です。エイの中でも南洋マンタとオニートマキエイという2種類のエイだけをマンタと呼んでいるんです。さあ、ちなみにマンタ、皆さんご飯食べていますか？いませんか？おいしい、そう、正解です。マンタはこの時間ご飯食べてないです。他のエイたちと違ってですね、アジやイカは食べません。何を食べるかというと、体はこんなに大きいんですけれども、当館では1センチほどの網やオキアミといった小さなプランクトンをあげているんです。現在ね、横浜3メートルほどございますが、餌はとっても小さなプランクトンをたくさん食べているんですね。さあ、ちなみに皆さん、マンタのお口はどこについているか分かりますか？ね、他の絵たちみんなお腹側にね、にっこりとしたお口がね、ついていますが、でマンタはお腹側についていません。じゃあどこにあるかと言いますと、頭にね、ちょっと惜しい、頭に2本のチボのような髭がついています。あの間がお口です。横にね、ワイドなお口を正面に付けているんですね。Wow, look at that. Oh, it has a big nose. I don't know. I looked away. I looked back and I was like... さあ、ちなみにですね、当館のマンタは男の子で、カイト君という名前が付いています。ぜひね、覚えてあげてください。さあ、ちなみにマンタのご飯になるオキアミやアミはですね、今ちょうどそちらのお魚たちのところに降ってきている小さなご飯です。あれはですね、カイト君は1日5キロ食べています。それではちょっとノコギリエイに話は戻りますが、ノコギリエイたち、よくですね、サメと間違われてしまいます。実はね、ちゃんとノコギリザメも存在するんですが、今日はですね、そんなサメとエイの見分け方を簡単なポイント皆さんに教えたいと思います。エイたち、みんなですね、お腹側に5つのテレゴリのような穴が開いているのをご存知ですか？でそちらですね、呼吸をするためのエア穴という穴になります。エイたちはこのエア穴がお腹側に開いているんですね。でじゃあ一方、サメはと言いますと、ちょっとこの私にいないので想像してほしいんですが、顔の横側、目の後ろ側についているんですね。はい、このエアの位置の違いでサメとエイ、とっても見分けることができます。ちなみにサメはですね、お隣の水槽にいますので、ぜひね、後で見分けてみてください。さあ、そんなサメとエイの見分け方のね、お話をしたところで、ちょっとですね、1種類見分けてほしいエイがいるんですが、今あっちにいましたね。あちらのですね、ちょっと頭の先が丸くて背中がゴツゴツとしている、こちらの今やってきましたお魚、どちらが分かりますか？この子もですね、背番号をよく見るとね、サメにちょっと間違えそうなんですけれども、この子もちゃんとね、エイの仲間です。さあ、しかしですね、このエイなんですが、あちらのエイですね、シノノメ、サカナザメと言います。はい、不思議ですね、エイなのに名前にサメがついている、ちょっと変わったお魚なんです。さあ、ちなみにシノノメ、サカナザメ、お腹ギザギザとした口をしています。他の絵と違ってですね、怒っているような顔をしているんですね。はい、見る機会があったらね、ぜひ皆さんお写真撮って。さあ、それではですね、皆さんにちょっと難易度の高いクイズをしたいと思います。エイたちのオスメスの見分け方です。今やってきたこちらのエイ、オスとメス、皆さんどちらか分かりますか？ They kind of look like Nick. はい、私は一瞬で分かります。どこはです。じゃあ次にやってきてくれる絵いないかな。さあ、マンタの解説がね、先ほど言いましたが男の子です。さあ、今上にやってきたこちらの子は、あ、女の子ですね。
か分かりますか？とっても簡単なんですが、yeah. はい、これでステーキ、カメラ A の構成付きでクラスパーという名前が出てます。このクラスパーがね、2本あるかないかでね、サメと A のオスとメス